はい、それではですね、早速今夜のゲストをね紹介したいしちゃいましょう。はい、ゲストはギタリストハイさんです。はい、どうも皆さんこんばんは、ハイさんです。はい、もう皆さんねご存知のですねギタリストハイさんということでございましてですね、はい、もうハイさんね自身もですね、はい、ギタリストでありのね、はい、音楽の先生でありのギターの先生とかね、はい、ピアノの調律をされてたりとかですね、はい、おのず自らですね、こうあのユニットを組まれて、はい、背景というユニットを組んだりですね、はい、ハイシーなんかレモンの味がしますけど、ね、ハイシーっていうねユニットを組まれたりとかですね、はい、まあ、いろんなこうユニットをこう、ね、組まれて音楽活動をされてると、はい、ね、そのうちハイトクなんてなね、ハイモンとかねハイモンとハイモンとモンですかハイサイハイサイなんかね沖縄みたいな感じがしますよね。はい、まあまあそんなことでですねいろんな方とねこうユニット組まれたりとかですね、やっぱりプロの方とねこうセッションされてたりとかね、まあいろんなこう本当に音楽のこの業界にですねどっぷりと使っておられましてですね、今もですねこう沖縄の方のですね、はい、ギター教室の方ですね、はい、たくさんの生徒さんが、ね、はい、頑張っておられるということでございましてですね、はい、まあ、そんなハイさんがこう、ね、一月に一回ギターを抱えてやってきてくれるということでございましてですね、こうテレビじゃないわテレビじゃないよねラジオの向こうのね、はい、あなたもですね、こう非常にギターがねお好きな方がたくさんねいらっしゃるかと思いますんでですね、はい、今日ここのとこねずっとこうハイさんがこうメロディーとですね、この伴奏の方と楽譜をですねこう書いてきていただきながらですね、こんな風にこう二重奏でやるとこんな風な感じでね、楽しいよという風な提案をこういただいてましてですね、もしラジオを聴きのね、皆さんなんか手元にねこうギターあればですね、ぜひですねこう出していただきながらですね、はい、まあ、一緒にこう楽しんでいくとね、またこのね、いいんじゃないかと。ということでですね、だいたい毎月1回ギターのワンポイントレッスンということでございましてですね、もう特しっかりしろよと、一つギターハイさんの来る時にぐらい 2,3 日前から練習しろよってわけでございますがですね、まあ練習しなくてもですねこう非常にこうハイさんが分かりやすく教えていただけるということでございましてですね、その辺をねこうまあまあ時間のね、許す中で、何分かね、こう教えていただこうということでございまして、先月に、この、お話ししてた中でですね、今までこう、はい、やってきたこうメロディーと、はい、伴奏ですね、そうですね、はい、あの C から始まり A マイ、まあ、A マイに行き、はい、D マイに行き、はい、G7 に行くとね、はい、まあそんな感じのね、いやコード進行、はい、まあ、ですからあ、ね、ラジオの向こうのあなた C A マイ D マイ G7 C A マイ D マイ G7 E マイ7シャープ5 A7 D マイナー D7Am7 D7 D7 Dm7 Dm7 G7 G7、 まあ大体こういうふうなね、割とこう、C のこう有名な、そうですね、繰り返しのですね、はい、コード進行と、はい、そんな中にメロディーをこうつけて、はい、いっちゃおうと、はい、そしてまた今月のテーマはそのメロディーの中で、はい、もう一つこう何かね、こう味付けをしてみようというのは今日のテーマでございましてですね、
この楽譜をですね、私こう、はい、ラジオが始まる前にこうね、はい、こうちらっとこう渡していただいたわけでございますけどもですね、はい、1時間ぐらい前に出会ってもらっとけよという話なんですが、そうなんですよね。ね、はい、ね、お互いにね、お互いですね。ね、まあ忙しくはないんですけども、まあそんなことでですね、その辺を今日は、はい、楽しくやってみようということで、はい、ですね、前回、だいたいこれで、そうですね、メロディーだけですので、うん、今ある楽譜の上の段だけをやってたということですね。うん、そうですね。はい、それに下の方をちょっと付け足していただいたという、はい、どんな付け足し方をしたかというのをですね、じゃあ私上の方を弾いていいですか。あ、メロディーを、ね、はい、お願いできますか。はい、じゃあこうコードとメロディーを、うん、はい、という雰囲気を、はい、とにかくいきます。あ、はい、で、わかりました。今日プラスされたところをね、はい、ちょっと参考までに、はい、わかりました。見てる余裕ないんですけど、はい、はい、まあそんなことでね、はい、まず一緒にこうね、はい、やってみたいなというふうに思います。はい、じゃあ行きまーす。はい、かなりね、かなりちょっとこうね、アレンジになっちゃいました、はい、アレンジじゃないね、間違えちゃったんですけどね、なかなかこう弾きながらね、はい、楽譜見て弾きながらね、ハイさんのこう指を見ようかなと思ったんですけどね、はい、やっぱり2つも3つもね、無理ですね、無理ですね、無理ですね、はい、さっき入れていただいたのは、はい、ここのとこですね。あ、そうですね。そこの A マイナーの途中から、はい、という音を入れていって、そのまま D マイナーにつなげていくということですね。なるほど。はい。はい、あ、そうか。はい。なるほど。はい、ここのとこ？ここのとこ？ここも G の途中で動いた音から。でここへ C につなげていくと次の C へつなげるという形になりますね。なるほど、はい、ああそうかそうか、はい、あ今日ね、ハイさんがテーマとされてるのは、はい、G7 から C につながりやすい、はい、メロディーをそこに挟んでくると、まあ、そうですね、まあ、メロディーというか、まあ、その1音を入れることによって音が変化したように聞こえると、はい、なるほどなるほどなるほど、まあ、変化してるんですけど。そうですね。はい、うん、なるほどなるほど、はい。ここのところちょっと分かる。ここのところじゃなくてね。そうですね。次のところ、はい、展開部に入ると、はい、ここは E マイナー7フラット5というコードになるんですが、ここではペンタの音を一つ入れて戻ってくるという。でこれ指足すと大変なのでそのままコードで押さえてる指をずらしてもらって。うん、はい、
上がるだけですね。なるほど、はい、はい、この辺がですね、はい、ちょっとしっかりと練習をしなきゃいけない、はい、そうですね、部分ですね、はい、そうなりますか。なるほど、はい、はい、なるほどなるほど、非常にこう分かりやすくですね、はい、こうタブ譜を書いていただいておるわけでございますがですね、はい、こんな感じになるのかな、こんな感じ、そうですね、1,2,3 弦は3フレットを押さえますね、はい、あで4弦だけ2フレットになります。あ、こっち側ですか。そうです、こっち側。あ、そっち側ですか。はい、はい、そっち側はもうペンタのとこだけなんで、1,2 弦の8フレットから5フレット移動します。はい。はい、ここも A マイナーの音をたどってるだけですので。ああ。はい。で次も D7 ですね。なるほど、はい、よくわかりました、はい、コードのいわゆるハイポジションのコードのですね、はい、そのうちの2音なし3音を、はい、を使う、はい、強調するということで、はい、いわゆるコード自体はこういうふうにしてるんだけども、はい、やるこの辺のね、はい、この辺の音を使う、はい、だからせっかく、ね、2台ギターがあるんだから、はい、1台の方で、低い方の音を出して、はい、もう1台でハイポジションの音を出すということで、はい、非常に広がりが出るというところが、はい、今日のミソと、そういうことですいうことでございますね、はい、なるほどね、はい、今ねラジオこう聞かれてる方もちろんギターにね、興味のある方だけかもしれませんがですね、ギターっていうのは6弦ございまして、はい、6弦の方でやる一番ネックっていうかですね、弦のこの巻いてるところに近いところがこれローコードというふうに言います、はい、だからローコードで Am をするとこんな音になりますし、ハイコードで Am をするとこんな音になるということで、この辺の音が新たに加えられるということで、非常にこの、まあ、1本のギターでね、ローコードとハイコードと一緒にするわけにいかないから、はい、2本せっかくギターがあるんだったら1本はローコード、はい、もう1本はメロディーもしくはハイコードというふうな形でねお使いいただくと、はい、やっぱり2本のギターの良さがね、はい、活かせるというふうな、はい、ところが今日のそうですねミソということでございますね、はい、はい、ありがとうございます、うまくまとめていただいてありがとうございます、その辺のところが今日はですね、はい、ハイさんがこうおっしゃりたかったような、はい、部分かもしれません、はい、ところで今日もちろんこのワンポイントレッスンの以外にも、はいはい、あれでしょうか、なんか音源お持ちいただいた、はい、背景のですか、はい、あ、はい、予定ですか、予定ですね、あ、その辺が全くね、はい、打ち合わせなしでございましてですね、はい、多分ねお持ちいただいてるんじゃないかなということでですね、はいはい、今日はその中から何曲か聞かせていただき、そうですね、後ほどまた、はい、1曲お届けさせてもらいたいと思いますが、後ほどというと、まず1曲目何か、今日はセッションないんですか、うん、セッション大体ね今これちょっと見せてね、わ、はい、かりました、わかりました、一曲入れたいと、はい、はい、そういうことですね、はい、じゃあ一曲いきましょうかそんな感じや、時間の方がですねちょうど20分になりましたので、はい、15分ぐらいから曲を、ね、入れたいなと思ってたんですけども、はい、はい、すいませんが、はい、はい、大丈夫ですよ、準備万端でございます、準備万端ですか、はい、じゃあ曲、じゃあ、はい、はい、では背景で雲の糸、
はい、ということでございましてですね、はい、久々にこうね聞かせていただいてですね、はい、非常にこうあの K さんのどう表現していいんだろうかな、はい、怪しくはないんだよな、生めかしいっていうとこねあれだしね、非常に魅力的なね、そうですね、うん、なんかこう違った世界観が、そう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 ので、ハイさんのこのね、はい、ギターテクですね、非常にそれをこううまくリードされてるということでございますね。はい、今日ね、やるセッションさせていただこうということなんでございますけどもですね、これさっきから見てると、はい、例えばギターのコードだけを弾いてる人と、いわゆるメロディーを弾く人と、それにプラス3本の弾き方なの、はいはい、これ。あ、いえ違います。一応メロディーを弾く人と、うん、それとコードを弾きながらこの音を入れるという設定なんですよ。ああ、そういうことか。はいはい。ですから伴奏しながら途中の経過音を。すごいぶっつけだということがよくわかる、はい、ということなんです。はい。そういうことなんだ、はいはい、あ、そうか、だからさっき僕がこんな感じで、はい、じゃあ、はい、こういうふうに弾いてると、はいはい、いうことなんですか。それでいいわけなんだ、一人がだから、メロディーとコードを、ね、あ、いやいや、一人はもう完全にメロディーでも構わないです。ですからで、はい、セカンドセカンドがですから、もう完全に伴奏として入って、うんうん、でその伴奏の中でその動く音を入れていきましょうという、なるほどなるほどなるほど、設定ですね。あ、はい、じゃあ、ね、今打ち合わせしてどないやねんということでございますけど、ね、はい、いいですね、はい、じゃあもう一度ね、はい、挑戦してみましょうか、はい、こういう体当たり的な番組なので、ね、そうですね、はい、なかなかこう理解するまでですね、はい、やっぱりこうチョコ ね、 そうですね、15分はかかっちゃうよね、はい、はい、ということでございましてですね、はい、じゃあですね早速、やっぱり自信あるのは僕はこのメロディーの方が、ね、はい、ぶつけたら自信あるから、はい、じゃあメロディーの方で、ね、はい、お願いいたします。かなり老眼がきつくなった、はい、わけじゃわけなんですね、きっとね。はい、いえいえ、私も結構来てます、最近。来てます、はい、ます。話せばわかる、はい。話してもわからないです。なんや。そじゃあですね、はい、改めまして、はい、ね、私がこう、はい、メロディーとちょっと和音も加えながら、はい、ということで、はい、ハイさんがですね、はい、そのこう伴奏コードを、はい、の方から、はい、次のコードにつながるような音を、はい、加えた状態でいただくというふうな形でよろしいですか。はい、はい、じゃあそれでお願いします。じゃあね、はい、もう一度行ってみましょう。はい、もう一度行ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。Thank you.
感じですね、はい、前回も私非常に気に入ってるんですけども、ちょっとこう跳ねた感じだとかいう感じも、ね、やってみましょうか、やってみましょうか、はい、はい、それじゃあですね、どんな感じで跳ねたらいいのですか。こんな感じですか。はい、じゃあそんな感じでいきましょう。はい、ワン、ツー、スリー、フォね、まあまあね、はい、それなりのできたと、はい、いうことでございましてですね、はい、そうですね、私もですね、できるだけ忘れない時間ですね、はい、今日帰ってからちょっと無理かも分かりませんがですね、はい、明日の朝、ね、明日の朝、ちょっとこの辺のですね、はい、味付けをしていただいたところをですね、はいはい、やってみたいなと、そうですね、いうふうに思います、はい、そうそう、それとですね、はい、今ねこう演奏してる感じだとかですね、はいはい、このミュージックボックスは大体3日後ぐらいに、はい、天の声さんがですね、はい、ネット放送をしていただきますんでですね、はい、その辺のところをですね、この伴奏に合わせながら、ね、そうですね、練習してみたいなと、はい、いうふうに思っております、はいはい、今日はですねそんな感じで、お届けしておるわけでございますね、はい、ライブ告知いきましょうか、そうですね、ライブ告知に入りましょうか、はい、はいはい、行きましょう、はい、はい、このまま行っていいんですね、はい、というかですね、ライブ告知はですね、まずハイさんのハイさんのね、はい、ライブスケジュールの部分じゃなくてですね、そうです、ハイさんのライブ告知というふうな形でね、はい、まず今日もですね、はい、朝ハイさんのね、ホームページをこうチラチラと覗かせていただいたらですね、はいはい、この春になるとですね、全くこの春を待っていたかのようにですね、はい、ライブ告知が書いておりました。そうですね、まず順番、はい、順を追ってですね、順を追ってですね、はい、順を追っていきますと、4月の3日4月の3日、やったかな、やったかな、やったかな、やったと思います、やったかな、あれ、はいはいはい、はい、3日のはずでした、はずでした、はいはい、京都の和音堂さんの方で、あ、そうかそうか、はい、和音堂さんの方だ、はいはい、うん、ね、そちらの方でライブを、うん、はい、させてもらいます。それは背景で、背景さん、はい、なるほどね、はい、久しぶりの京都ですね。ああ、そうですね、はい、うん、時間の方は何、やっぱ夕方、夜、夜やと思います、平日なので。なるほど、はい、実はまだ詳細をいただいてないんですけど。ああ、なるほどね、はいはい、ですからその辺はですね、はい、ホームページの方にはまだ載ってないと、ま、ホームページの方にはまだ時間とか上がってないですね、もうちょっと時間ありますからね、はい、そうですね、はい、おいおいね、はい、背景でですね、はい、こうハイさんでね、ハイさんで検索すればね、ハイさん、そうですね、ハイさんで検索してもらうとヒットします、うん、HI-SAN でね、はい、はい、その方に和音堂のね、はい、詳しいことも出てると、はい、はい、いうことですね、ま、その次の週あたりはね、その次の週あたりでこれかなり詳しく書いてますよね。そうですね、はい、はい、こちらが4月の12日4月の12日の土曜日、はい、はい、リーチアウトさん、リーチアウトさん、はい、はい、J
時間何時でしたっけ。夕方6時スタートですね。6時スタートですね、はい、はい、6時スタートでございましてですね、その日はですね、ハイジさんと、はい、ひねのしげひろさんですね、ゆかちゃんですね、はい、はい、この3組ということでございまして、ね、はい、チャージはなんとね、嬉しいことに500円、はい、しかもね、ワンドリンクとガトーショコラもしくはパウンドケーキ付きということでございましてですね、安土、はい、町、近江八幡市安土町下平にございます、はい、障害者支援の喫茶店、はい、リーチアウトとかですね、はい、はい、そちらの方に、はい、K という形でですね、はい、ユニットで出ていただくということでございますが、きっとね、はい、いい感じになると思いますね、そうですね、背景さんね、そうですか、あそこは場所的に、はい、そうですね、いい雰囲気になるんじゃないかと、はい、ちょうどね、もうお客さんとこう近い感じになるし、ね、そうですね、その前はハイさんお一人で、そうですね、そんなこともありましたね、出られたことありましたよねそうですね、はい、ね、何か私の記憶あるんですけどね、そうですね、はい、はい、私ちょっと記憶喪失になってますけどはい、その次の週はありましたね、その次の週が、はい、4月の20日20日ですね、うん、はい、こちら東近江市のジャズフェスティバル、はい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 、ですね、うん、こちらの方が、うん、今度は別ユニットのハイシーというので、レモンでいっちゃいますか、あ、あ、オレンジでもいいんですけど、ハイシー、ハイシーですね、はいはい、ハイシーというと、C のつく方のこれは男性ですか、はい、女性ですか、男性ですね、あー、はい、よかったですね、はい、はい、もうあの女性でしたらですね、はい、はい、K さんの方はですね、ね、ちょっとやれちゃうかもしれない、いえいえいやっちゃうか、はい、ということで、それはジャズフェスといえばですね、こう、はい、あちこちの会場がありますけども、はい、ここの会場でなんとなんとなんとここここラジオスイートステージですね、あ、なるほど、ラジオステージのこのね、はい、ラジオスイートのですね、はい、ステージはですね、この中中ですね、今回は中ね、最近ね、はい、こうつけがあっていい雰囲気に ね、 ですね、されてますよね、はい、そちらの方で、はい、しっとりと、はい、ね、聞いていただけるということでございますね、これは4月の20日ですね、ですね、11時からですね、11時から、はい、はい、11時スタートということでございますね、はい、はい、チャージはね全然 ね、 そうですね、無料でございますので、ですね、ぜひお気軽にですね、はい、この、はい、19、20日と、はい、東近江のね、この八日市、旧の八日市一帯でですね、はい、行われる琵琶湖ジャズフェスティバル、ね、そちらの方のですね、こういろんなところにプログラムを置いてますからね、はい、そちらこう手に取っていただいてですね、このラジオスイートステージというのを探していただいて、はい、ハイさんね、そちらのに出演されてますしですね、このラジオにもですね、こうたくさんこう出演していただいております、またまた救急ライブでも出演していただいている方がですね、たくさんこの当日はですね、あちらこちらでね、こう歌っておられますんでですね、声優テニーのステージで、なんかあの、京都の軽宮さんだったり、はい、そうですね、ね、はい、これも、20日の日だったかな、はい、そうですね、20日の日ですね、はい、日曜日ですね、はい、はい、まあ、そんなことで、結構ですね、こう、救急ライブファンの方ですね、いつも足運んでる方、あ、お越しいただきましたらですね、あの方も知ってる、この方も知ってるという方もですね、こう出演されてますんでですね、ぜひね、お楽しみにしていただきたいと、ね、はい、はい、そしてまたその次の週は何かありました、4月の末あたりは、4月の末は4月はそこまでです。なるほど、はい、5月になんかこうビッグなものがね、また控えてるわけですね、はい、それはまたおいおい、おいおい、また、ね、はい、また4月もですね、はい、ワンポイントで来られたと、はい、ね、その辺のライブ情報はお聞きするということでございます、はい、だいたいこうハイケイさんもしくはハイさんのですね、はい、このライブスケジュールは以上ということでございます、ね、そうですね、はい、はい、そしたらですね、スポンサーに行っちゃいましょうか、はい、はい、はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長、現在は理想カラープリンターオールフィスの滋賀県代理店となる
いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO 14001認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は074823-2233、電話番号074823-2233です。以上スポンサーからのお知らせでございました。はい、続きましてですね、こちらもですね、救急ライブの方から滋賀の、ね、ミュージシャンのライブスケジュールというふうな救急ライブのホームページの方中にですね、ライブスケジュールを書き込んでいただくところがございます。そちらの方はですね、誰でも書き込み、まあ、フリーということでございましてですね、そちらに書き込んでいただいた方のすべてをですね、こちらのミュージックボックスで紹介しようということで、ございます。もうね、早速4月のね、予定もいただいておりますので、そちら紹介しておきましょう。4月の5日の土曜日、毎月第1土曜日はロッキーライブの日ということで、竜王町山の峰にございます喫茶ロッキーの2階で行われます。時間の方は6時スタート、チャージは700円、しかもケーキとドリンクがついております。出演者の予定はですね、キーヤン、山森ふさこさん、むつきさん、ゆかさんと、この4組になっておりますね。そして、次の週の12日の土曜日でございますがですね、第13回救急ライブアットリーチアウト、夕方の6時スタートということでございます。場所の方はですね、近江八幡市下戸井、安土町下戸井らにございます障害者支援のカフェリーチアウトでございます。チャージの方は500円でスイーツセット、ドリンクプラスガトーショコラもしくはパウンドケーキ付きということでございます。出演者はですね、ひねのしげひろさん、背景さん、ゆかさん、3組でございます。詳しい、ね、お問い合わせなどございましたらですね、電話番号申し上げておきましょう。0748-46-5548、電話番号0748-46-5548でございます。そして4月の27日になりますが、こちら日曜日でございましてですね、近江八幡の駅前にございますイオンの1階、アクア21センターコートの方で、救急インストアライブが行われます。時間の方はですね、1時スタート、だいたい夕方の5時ぐらいということで、滋賀を拠点に頑張っておりますミュージシャンが9組もしくは10組というふうな予定になっております。そしてもうすぐね、5月の連休にこう入ってくるわけでございますのでですね、連休のですね、5月の3日あたりがですね、確か3日は何曜日だったっけな、土曜日ですか、はい、もちろんサイズでございましてですね、そちらの方はですね、今のところこう本決まりなのかな、予定なのかな、本決まりですね、はい、はい、お待たせしました、春のですね、救急ライブアットマガレットステーションが決定いたしました。朝のです、午前中のですね、10時半ぐらいからこう スタートするわけでございますからですね、午後の1時から飛び入り OK ということになっております。午後1時から飛び入りの方はですね、どんどん募集して、おります。もちろんですね、救急ライブの方はですね、オリジナルが中心と、オリジナルの楽曲をだいたい20分の持ち時間でございますから、3曲もしくは15分ということでございましてですね、はい、オリジナル 2,3 曲ね、できたわと発表したいわという方いらっしゃいましたらですね、ぜひですね、救急ライブのですね、ホームページの方にですね、こうメッセージを送っていただければ、送っていただいた順番にこうお取りさせてもらおうというふうに考えております。はい、以上滋賀のライブ情報のコーナーでございました。
はい、ということでございましてですね、はいはい、次のコーナーはサイモンさんのこの1曲ということでございますね、はい、今日はこの1曲をかけたいと思います。はい、あれと思ったけれど CD はあれちょっと待ってね今日ね実はねおかけしようと思っている曲はですね、はい、うん、ジェームズ・テイラーさんがお誕生日ということで、はい、ジェームズ・テイラーさん絡みのね、うん、曲をおかけしたいと思います。なるほど。実は僕ジェームズ・テイラーさんの、CD とかは持っていなくてですね、うんうんうん、先ほどおかけしたのもアードガー・ファンクルと2人で、歌っておられる、やつでした。そうですね、はい、でね、実はジェームズ・テイラーさんはあのサイモンとガー・ファンクルの2人とは仲が良くて、うんうんうん、しかもジェームズ・テイラーさんという方はですね、あれなんですね、カーリー・サイモンさんは奥さんですねキャロル・キングさんの曲を歌ってはりまして、はいはいはい、You've Got a Friend を有名に、うん、ジェームズ・テイラーさんの歌で大ヒットした曲ですね。非常に渋い声をされていますね。で非常に男前ですねですね、はい、そのね今回はですね、うん、これはいつかな、アード・ガー・ファンクルのウォーターマークというアルバムに入っているんですけれどもね、77年ぐらいやったかな、僕は中学生の時ですね、このアルバムに、ジェームズ・テイラーさんとアート・ガー・ファンクルとポール・サイモンと3人で、うんうんうん、サム・クックさんの、あの有名なサム・クックさんのワンダフル・ワールドというのをね、はいはいはい、歌っておられます、うん、また非常にハーモニーが綺麗なんでね、うん、今日はねサイモンのこの1曲としてねこの曲を書きたいと思います、はい、では、アードガーファンクルポールサイモン、ジェームズテイラーさんで、ワンダフルワールド。はい、ということでございましてですね、はい、本当にあっという間の1時間でございますがですね、はい、そんな中でこう打ち合わせなしでね、はい、こうねゆるゆるとやっちゃうなんてのはね、もう本当ミュージックボックス特有でございましてですね、はい、まあ今日はですねこの楽を見せていただきながら、はい、一歩こうまたね前回からまあ踏み込んだという形の、はい、なるほどこの、うん、やっぱりコードをそれぞれね各小説がございましてですね、その小説によってこうコード和音がこう決められておりまして、はい、曲にはですね、その例えば まあ、A っていう和音からこの B の和音に行くときに、こんな風に音を入れていくとつながりやすいというふうな、いわゆるまあまあコードとコードの間のスラーっていうね感じもするんですけどね、まあそんな風にこう一つのね階段をスロープをですね音で作ってみるとよりまた素敵になるというところがですね今日のハイさんのですねレッスンポイントと。はい、いうことでございましてですね、多分自分でねこう音源作られておられる方、うん、まあ昔とはねこうやり方は違うと思うんですけども、まずこうねこのリズムパターンを、はい、こう入れられて、その次にこのコード和音なんかはですね、はい、こう順番にこう入れていかれて、そしてまた歌を入れていかれて、もちろんベースもまた入れていかれて。というふうなところにこの小説和音が、ね、こうつながっていくようにそこで何か少しこう滑らかに潤滑油みたいな形で、ね、入れていただけると、まあ、非常にこう、ね、全体的に非常にこう優しい雰囲気になるというところがですね今日のハイさんの、ね、ワンポイント、はい、ね、ワンポイント、この1時間を通して私ちゃんと理解できたというふうになりました、はい、めでたしめでたしということでございましてですね、はい、背景さんもですねどんどんこう曲作りをされて、おられてね、音源というかCD の方もですね、もう今度は次の作品は取り掛かっておられますか。いやまだちょっとレコーディングはちょっとご無沙汰してるんですけど。ああなるなる、はい、うん、まずやっぱりレコーディングされる前にね相方のんどさんもですね、はい、まあ曲が作ったできたと、はい、なるとこう割とこう何1年間ぐらいライブでこうね
こう温め、はい、また工夫して育てて、できちんと、まあ、自分なりにこうね、はい、やっぱり 100% 近いこう、ね、満足感が出たところで、はい、音源にしようというような運びですよね。まあ、でもね、この背景さんのユニットさんのステージをこう、ね、たまにこう見せていただきますとですね、やっぱりこう独特な雰囲気を、個性を持っておられますしですね、独特な雰囲気が、うん、独特な、って笑いながら独特な雰囲気どんな雰囲気やねんということですけどね、まあ、その辺のところもやっぱりこう、やっぱユニットの持つ味っていうのね、やっぱありますね。やっぱりミュージシャンそれぞれいろんな個性がね、あって、まあ、そんな中で、今度のね、私もあのリーチアウトさんのね、はいはい、救急ライブをこう楽しみにしておるんですけども、あ、はい、まあ、姫野茂弘さんとゆかさんですね、ゆかさん自身のも私まだそんな聞いたこともなくてですね、ソロは私も初めてです、ね、どんな感じなのかなと、ね、僕は楽しみにしておるんですけどね、はい、それとともにやっぱりあのリーチアウトさんでですね、この背景さんが、はい、あの非常によく合うなっていうふうにすごいプレッシャーですね、うん、思うんですよね。あのギター弾いてる方はね、そんなプレッシャーかからないと思いますけどね、まあ、この話をですね、ぜひですね、はい、Kさんですね、この、はい、今日のですね放送を聞いていただいてるか、はたまたですねこうネット放送になった時にですね、はい、でどんどんこう聞いていただいてですね、はい、まあ、5、6回聞いていただいて、もう心地いいプレッシャーでね、はい、やってもらいたいというふうにまたお伝えいただけると非常に嬉しいなということでございます、はい、選曲も結構悩んでました。ああ、なるほどね、はい、まあ、でもあそこは確か丸々30分ちょいぐらいは OK、はい、30分ね、はい、いけますから、はい、まあ6曲ぐらいね。そうです、まあうち結構グダグダなるので、まあ、5曲ぐらいになっちゃうんですけど、うん、結構ね、というかなんかそういうとなんか MC が非常に得意そうな聞こえますけど、MC がすごくグダグダなんですよ。ああ巻きが入ると、巻きが入る、 MC で巻きが入るともうそろそろ次行こうかみたいな状態ですね。まあぜひですね、お近くの方、またですね、はい、救急ライブのファンの方、ぜひですね、4月の12日、はい、土曜日でございます。はい、ぜひですね、6時スタートでございますからですね、はい、5時半にはねオープンしておりますので、ぜひお越しをお待ちしております。本当にあの背景さんのですね、ギターの背景さんもしっかり見つめながらですね、Kさんの歌を聴いていただきたいと。あの近くでね、こう見つめられるといいよ。いや、めっちゃプレッシャーですよね、本当に。ひねのさんにも言っておいたんだよね、はい、この間ちょっとロッキーでね、はい、聞かせていただいた後ですね、はい、まあ、ひねのさんとこうお話をしてる時にですね、うん、まあ、ある子からこう電話あったんですよね、はい、もしその日いつもついたらぜひ来いよって言ってさ、うん、もうひねのさんが出るからねって言ってさ、はい、もうひねのさんの顔を見て、はい、一番前の席でひねのさんの顔をじっと見るんだよって言ってですね、ひんのさんにその子の電話を変わったんですけど、はい、なんて話したかは言いませんがですね、はい、もう非常にプレッシャーかかるの好きなんですよね、はい、はい、ごちそうさまです、ね、いやいや、あのね、はい、やっぱこのライブステージでのさ、あのプレッシャーがこうやみつきにならない。そうですね、僕はいりません。いや、そうですか、ね、いや多分ね、よしってこうスイッチオンになる、時のあの緊張感、はい、これなくしたらいかんね。あの、何にもなくても緊張するんですよ。余分なのは必要ないです。余分な必要ないでしょ。はい。その余分な、それ徳さん、さっきの余分なの。でもさ、そういうそれは期待してるからね。そうですね。うん、やっぱ期待の期待の裏返しなんでね。ですね。はい。はい、まあ、そんなことでですね、はい、ぜひその緊張感をですね、楽しみながらやっていただきたいと。はい、いうふうに思いますね、どんなステージになるかな。どんなステージになるんでしょうね。多分あのゆかさんは非常にこう、はい、フリーダムな自由な、はいはい、こうステージされるんちゃうかなと、そんな気がします、うん、私も。
まあ、日野さんはこうスタンディングというよりもゆっくり座ってねこうね、されるとまたいい味を、出されるんじゃないかなというふうに楽しみしております、はい、ぜひ頑張っていただけたらと思います。そんなことでですね、来週はですねパーソナリティはですね、えっちゃんこと松崎悦子さんと秀蔵さんですね、ゲストはキーさん、キーさん、キーさんですね、はい、はい、KEY のキーさんですね、どんな方かな、私お出会いしてないんじゃない、パワフルなすごいあのボーカルの、ああそうですか、綺麗な方で、なるほど、ジャズフェスに出られるらしいです。あ、そうですか、はい、いいですね、私も来ようかしらなんて思っておりません、ね、はい、また私はですね再来週お見にかかりましょう、ありがとう、さよなら。